え、こちらです。エッチ系が苦手なようですが、実は興味があったりして。バカかお前。あ、ちょっと今の良かったです。今の反応好きです。スバル先輩ちょっと困りながらの、いやいやいや、バカかお前の小声のバカかお前、これちょっと性癖にさせますね。いやいやいや、もうなんかそう、なんかね、こういう、なんだろう、今ね、はい、体がね、危ないよって言って、今奥歯が痛くなってきた。このスバルの奥歯センサーが危ない、ここ危ないよって奥歯にセンサーがあるんですか。あ、そうそう、スバルの奥歯は、あの、身の危険とかを感じると痛み始めるっていう特殊能力を持ってる。あああ、これちょっと皆さん、同時に書くときは、スバル先輩、身の危険を感じると奥歯が痛む設定があるんで、みんなちょっと気をつけて。やべえだぜ。導入シーンには必ず入れるように。変なキャラ付けすんな、お前。ちょっと自分で言ってらっしゃったから。いや、どうなんですか、実際、興味終わりですか。なんかさ、あ、でもね、スバルは、まあでもね、なんかその、はい、エッジ系が苦手だからって言って、そうですよね。そう、まあ絶対ね、この話題は来るだろうと思って、スバルのね、エッジデッキをね、共感できた。エッジデッキ、それは興味が湧いてきたな。ずずずい、声でかい、この人。ずずずい、ずずずい、ずっころばし、聞くしかないな、ちょっとウキウキしてますよ、今。お願いします、エッジデッキ、解放お願いします。スバルの、はい、その、最近、待って、スバル先輩のエッジデッキってすごく貴重なものだから、もうちょっとさ、溜めて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 、じらしてじらして、えいって出すのがいいんじゃないですか。なんでお前を喜ばせなきゃいけねえんだよ。嫌なんだが。すいません、すいません、つい性癖が。はい、じゃあお願いします。え、な、でもこれは結構リスナーさんも知ってて、はいはい、つまりは最近、うん、はい、あのなんかママっぽいキャラにおギャルのが流行ってるの。もうわかりました。あらあら、そうなの、しょうがないわね、すばりちゃん。いやいや、おめえじゃねえよ。でこれ私ではない、はい、あ、そう、船長ではないんだけど、はいはいはい、あのただそのスバルの、はい、よりあったらいいっていうのが、はい、褐色で、あ、褐色、髪が長くて、待って、フレ巨乳、フレア、え、ちげえって言いますけど、全部フレアに当てはまる条件なんですけど。いや、でも違う、フレアはなんかママじゃない。あ、まあ確かにわかる、ママじゃない。うん、フレアはなんか、あの、近所の優しいお姉さんって感じがするけど。いや、めっちゃわかる。わかるでしょ、うん、でも、うんうん、もっとこうね、ママみの強いね、そうそうそう、キャラクターがめちゃめちゃ性癖だということが分かって。あ、そうなんだ。え、それは性癖って言ってますけど、うん、その褐色で髪の長い、うん、ね、ママみのあるおっぱいの大きいお姉さんで、うん、エッチな妄想をしてしまうくらいに性癖なんですか。ほんとね、何を言ってんのかわかんないですけど、ね、え、ちょっと、わかんない。え、もう一回説明、どういうこと。え、もう一回説明しましょうか。エッチな妄想ってどういうこと、うん、どういうことって説明しないとわからない感じかな。あ、何このなんか怖い先生みたいな言い方。なんか怖い学習塾の先生みたいな。いや、でも、はいはい、え、なんで好きなんだろう。なんかでもね、直感的にね、うん、わーわーママだアスバル先輩にも赤ちゃんの部分があるんですね。あ、そうそう、赤ちゃんの部分がね、センサーがね、こうピピピピってなってね。あー、まあ、わかるな。気になっちゃうね。でもそれ、うん、なんかあんまり性癖、多分スバル先輩、それはただおやってるだけだって、性癖ではないかもしれませんね。え、そうなの。うん、これエッチなトークではないです。はい、次お願いします。はぁー頑張って用意してもらったところ悪いんですけど、次のエッチデッキ。ちょ、待って、え、な、逆に何がエッチデッキなの。え、何用意してきたエッチデッキをまずはお披露目してもらっても良いですか。いやいや、もうねえよ、もうこれが最大のエッチデッキだと思って。これだけガーン、これだけか。逆に船長がいつも話してるエッチデッキの話してよ、はい、それに対してズバルも答えてくわ。 え、そんなことしていいんですか。え、どれを解放したらいいかわかんない。君たちどれを解放すればいいかな。どれ行ったらいい。どれ行ったらいい。いろいろあるよ、いろいろある、いろいろあるけど、何から行ったらいい。前立腺。コメント欄が爆速なんだけどさ、全部やめろとかさ。あ、マッサージ。あ、マッサージ、そうですね、マッサージ。あの、船長、エッチなマッサージに興味がありまして。エッチなマッサージ。あ、催眠とかも好きなんですけどね。あ、うん、催眠わかります。催眠ちょっとわかんない。どういうこと。スバル先輩、あなたは、はい、今から服を脱ぎます。ゆら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 で、スバル先輩はこうするとね。顔やめてもらっていいですか。ちょっとちょっとごめん、ちょっとマジで顔しかめちゃった。ちょっとごめん。そしたらスバル先輩はね、あ、どうぞどうぞ、続けて。スバル、
顔でね聞いてるからね、うん、ニコニコ。すばりさんそしたらなんか、うん、さ催眠なんてかかるわけないしょばーって言いながら服を脱いでるんですよ、うん、ね、わかる。あ、なんですか、うん、手出てきましたね。ちょっとね、情緒が服を脱ぐ準備服を脱ごうとしてる。バカ野郎、ちげえよ、情緒を逃がしてんの、もう顔で表現できない。まあ、そんなね、催眠は何がいいかって、そんなさなかでね、うん、なんか頭がちっちゃかめっちゃかになって服を脱いでしまったりね、うん、性的行為に及んだりしてしまっている、そんな中で、うん、ふと催眠が解けた時に、うん、え、なんでこんなことしてんのみたいになるんですよね。あ、それっていうのはつまりどういうことかっていうと、すばる先輩、これね、実はね、さっきすごく近いことがね一回起きてまして、それがね、これバンジーガム、これですね。ちょ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 、一回休憩なんで、一回休憩なんで、奥歯が、もう奥歯が嫌なのに、どんな気持ちですか、このふざふざで愛撫してあげます。最悪だ、最悪だ、マジで。奥歯は痛いし、なんかくせえし、これくさっ、いい匂いだし、嫌な影、もっと近くで影、おら、どこつけか言ってみろ、おら、奥歯が痛い